今日は視聴者の方からホームページにいただいたメッセージをもとに動画を進めていこうかなって思っています。質問にもお答えさせていただきます。なんだか皆さんと一緒に作ってるチャンネルっていう感じがしてすごくありがたく思っています。それではスタートです。動画をご覧いただきありがとうございます。ココハートチャンネルへようこそ。冒頭でもお伝えしたんですけれども、今日はブログの読者でもありこのココハートチャンネルの視聴者様でもありますペンネームリカ様のメッセージをもとに動画を進めていきたいと思います。それでは早速メッセージを読んでいきたいと思います。コウブン構造様、本日千葉のバンドエッジギャラリーの二人展に伺ってきました。もう二人展の方は終了してるんですけれども、開催中にいただいたメッセージです。朝の記事にアクリル絵の具で描かれたのだとお聞きしました。生で直に目にした作品はホームページやブログ等のパソコンの画面から見るのとは全く違っていました。厚みや質感も本物だからこそ分かりましたし、細部にわたって細やかに丁寧に繊細に描かれていることにも気づきました。また少し距離を置いて見た時の光と影、コウブンさんの本物の作品や本物の直筆のサインを目にすることができて、なんだか身近にコウブンさんを感じられて嬉しく思いました。絵の中に文字がたくさん散りばめられた作品がありましたが、絵の中の子どもたちは何を言おうとしているのかなととても気になりました。自分の言いたいことが誰にも伝わらないもどかしさ、そんな風にも感じられました。胸のあたりから下の部分が白いイカの足みたいなのがたくさん描かれているのはどういう意図をされているのかしらと知りたくなりました。全体が黄色い横断歩道のザンバラ髪の女の子はもしかしたら幼少期のコウブンさんなのかなと思いました。襟にココって書かれてありましたね。コウブンさんの作品を私は自由に想像しながらも、一方で絵に込められたコウブンさんの深い思いも知りたくなってしまいました。絵に対する理解をより深めたいという気持ちからです。ギャラリーの方が2時間近くいろいろなお話をしてくださり、楽しいひとときを過ごせて帰路につきました。コウブンさん、これからも頑張ってくださいね。応援しています。メッセージがすごくありがたく心に響きました。ありがとうございます。千葉県のバンドエイチギャラリーの2人展に伺っていただいたことを本当にありがとうございます。アポイント取ったりとかコレクターさんとか慣れてる方でも大変な営業形態なのに、こうやってお越しいただいてゆっくり作品をご覧いただけたことを本当にありがたく思っています。生で見にした作品はパソコンの画面から見るのと全く違っていましたということなんですけれども、このお声を本当にたくさんの方からいただいてるんですね。そして私も意図的にそういう仕掛けをたくさんしてるんですね。生で見た時にしかわからない仕掛けっていうのを本当にたくさんしてて、それに気づいていただけたことがありがたいなって思います。中にはもうパッと通り過ぎてそこまで見てくださらない方もいらっしゃるので、そうやってなんかじっくり見ていただいたことありがたいなと思います。そして細部にあたって細やかに丁寧に繊細に描かれていることに気づきましたっていうことあるんですけれども、これは私がこういうふうに描いてるというよりも、ご覧になる方の見方が本当に繊細で細やかじゃないとそこまでは見えてこないと思うんですね。そこまで画面に近づいて筆のタッチとかをご覧いただけたから感じ取っていただくことができたんじゃないかなって思います。そこまで細かく見ていただいてありがたいなって思います。少し距離を置いて見た時の光と影っておっしゃってるんですけれども、絵の具の層っていうのは本当に真珠層のようにとても薄いんですけれども、作品を直に見た時に絵の具の層っていうのを感じられる時があるんですね。それもちらって見ただけでは絶対感じられないんですけれども、こっちから見た角度と下から見た角度と右から見た角度、さらには上から見た角度、全部違うと思うんですね。だからもしまだ展覧会に来られてないお客様で動画をご覧いただいている方は、ぜひパソコンの画面と違って実際展覧会に来た時はいろいろな角度からぜひ作品を見てみてください。作品っていうのは本当に角度によっていろいろな見え方がするような、そんな感じがするので、そこまで感じ取っていただけて私もありがたいなって思っています。私を身近に感じていただけたとも書いてるんですけれども、残念ながら私今回いろいろバタバタしておりまして、千葉県までは行くことが叶わなかったんですけれども、作品を通して私の思いとかを感じていただけたんだなって、本当にそこまで感じていただけてありがたいなって思っています。画面の中に文字がたくさんあったっていうふうに書かれてるんですけれども、この作品もそうなんですけれども、ここの水色の部分は多分動画をご覧いただけてる皆さんは水色一色に見えてると思うんですけれども、じっくりご覧いただくとこの奥に
文字の奥に水平線のような地平線のようなものを隠して書いてあるんですね。画面を通してはなかなか見えないんですけれども、実際作品を見るとじーっといろいろな角度から見てると水平線のような地平線のような、それを見る方それぞれでどちらに見えるのかっていうところもあるんですけれども、文字は本当に何年か前から私はこの文字反復してスタンプを押して作品を書いてるんですね。スタンプに絵の具を押してスタンプを画面に押す、絵の具をつけて押す、これを繰り返して押してるんですけれども、詳しくはメインチャンネルの制作過程の動画があるので、そちらをご覧いただくとどうやってこのスタンプで書かれているのかっていうのを分かっていただけると思うんですけれども、この文字っていうのは反復することで現代社会の大量生産とか大量消費を表現したいなっていう思いがまず最初にあったんですけれども、それをなぜ文字にしたかというと、文字っていうのは情報の一番最初のものだと思うんですね。一つの文字と文字がつながって単語になって、その単語がまたつながって文章になって、そしてその文章が情報になっていく。この現代社会に物だけじゃなくて、もしかしたら情報も大量生産大量消費されて、私たちは一体どの情報を信じて生きていったらいいのか、さまざまな情報が錯綜する中で、中には嘘と真実、それらが入り混じってると思うんですね。これからの時代はそれらの情報の中から私たちが自分にはどの情報が必要なのか、どの情報が本物なのか、私たちの審美眼とか見る力っていうのがどんどん必要になってくるんじゃないかな、そのところをなんか表現したくて、この文字を反復することで世の中の大量生産とか大量消費、この情報化社会の現代社会を書きたいな、その材料としてこのスタンプを使っています。点が線になって線が面になっていくように、一つの文字が連なって単語となって、その単語が文章となって、その文章が情報となっていく様を表現するために、何かいいものはないかなっていろいろ探している時に、模索中の中このスタンプにたどり着いて、それからはよくこのスタンプで背景を描いたりとか髪の毛を描いたりとか、いろいろな思いがあります。中にはこのスタンプだけで作品を仕上げたものもあるので、また機会がありましたらそちらの方も感じていただけたらいいなって思います。そしてこのリカさんが鋭い審美眼してらっしゃるなと思ったのは、自分の言いたいことが誰にも伝わらないもどかしさ、そんな風にも感じられましたって書いてたんですけど、まさにその通りで、2015年からこの技法を使ってるんですけれども、その時の展覧会にそういう絵もあります。私自身が子供の時に一生懸命大人の言うことに聞き耳を立てて、自分が言いたいことを大人に伝えるんですけれども、子供の言うことだから説得力がないとか、何を言ってるの子供のくせにとか、なんか本当に自分が伝えたいことが大人に伝わらないもどかしさっていうのを私も作品にしたいなっていう思いもあって、作品の中で本当に数多くあるので、本当に鋭いなって思いました。その他にも自分の言いたいことがまとまらなくて胸の中でモヤモヤしてるのを文字で表現したりとか、頭の中で文字が渦巻いてる様子、言いたいことが渦巻いてる様子を表現したりとか、これからなんか表現したいなと思うのは、自分が発した情報とか自分が発した言葉で自分自身が窮屈になってるかもしれない、そんなところも今後は作品にしていきたいなって思っているので、これからもどんどんスタンプを使った作品を作っていくので、よかったら楽しみにしていてください。そして胸のあたりから下の部分が白いイカの足みたいなっていうのがあるんですけれども、これちょっと動画をご覧になっている方がどの作品なのかなって思ってらっしゃると思うので、作品を見ながら解説したいと思います。幻に咲いた嘘、赤と青2枚で1組の作品です。2015年のポートピアホテルの個展で初めて発表した作品です。その時もこの作品を見た方から、なんかクラゲみたいだわとか、なんかイカの足みたいだわっていう風な感想をいただいたんですけれども、大まかなコンセプトは無限のゼロのステートメントを読んでいただければわかると思うんですけれども、この作品はどちらかというと嘘と真実を書きたかった作品です。嘘と真実は隣り合わせというか同じ場所に存在していると思うんです。なんかそういう嘘と真実について描いてみたいなと思って描いたのがこの作品です。私自身が若い頃に本当の自分を嘘の自分で覆い隠していた部分があるんです。その生活をする中で本当の私というか本当の自分の感情みたいなものがどんどんなんか自分の中から流れ落ちるというか、なくなっていくというか消えていくような、そんな感覚があって、そんな私自身の本当の自分と嘘の自分を表現したかった作品でもあります。あともう一つ表現したかったのは痕跡、自分自身のそういう痕跡を何か画法でも表現したいなって思ったんですね。普段
肌を描くときに何層も何層も絵の具を重ねるんですけれども、その重なりを塗りつぶすことではなくて、塗り残しのように下に滴っている感じで残すことで、最初に塗った色も最後に塗った色も分かるようにしたかったんです。なんかその表現がイカのような、クラゲのような、そんな感じに見えるかもしれません。それから、全体が黄色い横断歩道のザンバラ髪の女の子はもしかしたら幼少期の興奮さんなのかなと思いました。襟にココって書かれてありましたね、というメッセージなんですけれども。こちらの作品はメインチャンネルで制作過程動画をアップロードしたグループ展で発表した新作になるんですけれども、デンジャラスクロスウォークという作品です。黄色という色は幼児性とか安堵感を表す色であるとともに、危険を表現する色でもあります。そんな世の中に存在する表裏相反するものが同じところに存在するというところを表現したかった作品でもあります。この横断歩道の先に待っているのは危険なのか、それとも安全なのか、そんなところを想像してご覧いただけたらいいなという思いがありました。そしてこのザンバラ頭なんですけれども、私自身が子供の頃に髪を切られるのがどうしても嫌で、自分で髪を切ってザンバラになったことが多々あって、そんな自分自身を表現した作品でもあるので、すごく感想は鋭いなって思いました。他にもたくさんの思いがあるんですけれども、なかなか語り尽くせないので、また展覧会でご質問いただければ皆様にその辺もお話ししたいと思います。はい、ということで今日はメッセージをもとに作品紹介とかコンセプトのお話をしました。いかがだったでしょうか。少しでも私の作品に興味を持っていただいたりとか、一部分でも共感していただく部分があったら嬉しいなって思います。私の作品っていうのは万人受けするような作品ではないっていうのは私も分かっているんですね。本当に世の中にいる中で、もしかしたら私の作品に共感してくれる人、私の作品を分かってくれる人がもしかしたらこの世の中にいるんじゃないかなっていう思いで、いろいろな媒体で作品を発表するようにしてるんですけれども、本当に私が生きてる間に私の作品をこうやって深くご覧いただけて、なんか共感していただいたり感じていただけたり疑問に思っていただけること、本当にありがたく思っています。リカさんが来られた日にギャラリーのオーナーからもじっくり作品をご覧いただけた方がアポイントで来てくれましたよということを私も聞いて、本当にジーンとなんだか熱くなりました。本当にありがとうございました。今回の2人展ではお会いすることできなかったんですけれども、いつかまたリカ様に直接お会いして作品のコンセプトとかいろいろお話ししたいと思います。いつの日かお目にかかれるのを楽しみにしています。これからもよろしければ作品とか何でも結構です。疑問に感じたこととかございましたら、ぜひホームページまでお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ったらいいね、シェアもよろしくお願いします。それではまた。ココアートチャンネル、ぜひチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。説明欄にもリンクを貼っておきます。画面のおすすめ動画はクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまた次のココアートチャンネルで。